正午になりました。米国株についてお伝えいたします。この順でお話しいたします。まず、昨夜の米国状況。昨夜はダウは上げ、ナスダック S&P500 は下げとなりました。ダウは81ドルの上げ、プラス0.20%。ナスダックは160ポイントの下げ、マイナス0.93%。S&P500 は27ポイントの下げ。 GDP 速報値の伸びが市場予想を上回り、景気懸念が和らいだことで景気敏感株が買われています。発表された GDP は前期比2.8%増加、伸びは前期の1.4%増から加速し、8四半期連続のプラス成長となっています。市場予想の2.0%増も上回りました。 経済の底堅さが示唆されたとの見方で市場には一定の安心感が広がっています昨日の早期間からは上向いてきたようですアメリカ国債10年物の,の利回りは引き続き4.2%台で推移していますドル円は円安に触れ154円台で推移している状況です昨夜のエヌビゲアは1ドル97セントの下げ マイナス1.72%。続落し、上値を切り下げる形になってきています。ッ i x 指数もこのように依然上昇傾向にある状態です。経済スケジュールは今夜は PCE があります。来週は JOLTS、そして ADP、さらには FOMC と日銀の決定会合があります。 次に値上がり率、値下がり率ランキングです。値上がり率第1位はコンテナストアでした。前日比85.9%の上昇。日本円での換算株価は161円です。コンテナストアは時価総額82.6億円。収納、整備用品を販売する会社です。株価は NTT くらいですが、出来高は10分の1くらいです。 こちらがコンテナストアのチャートです。このように右肩下がりに下がっていきなり吹き上がる。このところ連日で見られているパターンです。5月14日発表の決算は2024年3月通期は減収、赤字縮小。売上高は19%減の8.47億ドル。営業赤字は1.04億ドル。 EPS はマイナス2ドル9セントとなっており、決して良い状況ではありません。そして値下がり率ランキング、第1位は 2U でした。前日比マイナス63.4%の株価下落、日本円での換算株価は232円です。2U は時価総額6.6億円、オンライン教,オンライン教育の プラットフォームを開発する会社です。株価はパーソルくらいですが、出来高は8割くらいです。こちらが年明けからのチャートです。このように下げトレンドからさらに急落している状態です。5月3日発表の決算は、第1クォーターは減収、営業赤字拡大。 売上高は17%減の1.98億ドル。営業赤字は2732万ドル。EPS はマイナス65セントとなっています。先月、この位置ですが、30対1の株式営業を行っていますが、かなり苦しい状況になっています。次に売買代金ランキングです。第1位は NVIDIA。第2位は Tesla。 第3位はマイクロソフト、そしてアップル、AMD、メタ、アマゾン、アルファベット、サービスナウ、アルファベットの順になっています。全体的に下げが優勢な状況となっています。テスラが3日ぶりに反発しました。前日比プラス1.97%の上昇。決算を発表したサービスナウが前日比プラス13.40%。 急騰しソフトウェア銘柄を牽引している状態ですこちらについては後ほどお話しいたします次にトピックです本えー、本日サーチ GPT そして肥満治療薬についてお話しいたしますまずサーチ GPT こちらが今朝がった、えー、ロイターに掲載された記事ですオープン AI 検索機能サーチ GPT を試験展開 Google に構成対話型 AI、ChatGPT を開発した OpenAI は25日、AI 搭載型検索エンジン、SearchGPT を一部のユーザーを対象に展開すると発表した。検索市場をほぼ,ほぼ独占する Google に構成をかける。SearchGPT の詳細や展開時期などについては明らかにしなかったものの、 将来的に最も優れた機能をチャット g p t に統合する予定とした。OpenAI のこの発表を受け、Google 親会社のアルファベットの株価は約3%下落した。また新たな思惑が動き出しそうです。アルファベット Google の株価ですが、このようにマイナス3.10%の下げとなりました。 次に肥満治療薬について。こちらはバイキングが大幅高、肥満治療薬の臨床試験に進展という記事が出ています。肥満治療薬の臨床試験に進展が見られ、注射版はフェ,フェーズ3プログラムに直接移行する計画だという、月1回投与の可能性も検討中だとしている。同社はまた、蛍光板の同薬の 臨床試験を第4、えー、四,四半期にフェーズ2に移行するとも述べた。アナリストは肥満,肥満薬領域で同社の勢いは続いている。複数のポジティブなアップデートは急速な進歩を強調していると述べている。こういった内容です。そのバイキングセラピュティクスですが、このように下げトレンドでしたが、 今回の発表で、えー、プラス28.31%の急騰となっています。バイキングセラピティクスは時価総額1.1兆円の企業です。そして反対にイーライ・リリー。イーライ・リリーはこの発表を受けてマイナス4.5%の下げとなりました。次に決算スケジュールです。今夜は43件予定されています。 主だったところでは 3M、そしてブリ,ブリストル・マイヤーズ、コルゲートが予定されています。次に配当利回りランキングです。こちら6月末時点ですが、1位がアルトリアで8.61%、2位はベライゾンで6.45%、3位はファイザーで6.00%となっています。次に今日の気になるチャート。 本日サービスナウについてお話しいたします。サービスナウは時価総額26兆円の巨大なソフトウェアサービス企業です。ワークフローの標準化などをサポートするクラウドサービスを行っています。日本での知名度は低い会社ですが、幅広いビジネス領域をカバーし、8100社以上の顧客を持っています。2018年には フォーブスの世界で最も革新的な企業、ランキング1位に選出され、2019年には S&P500 に組み入れられています。こちらは10年チャートです。このようにずっと右肩上がりで上がってきた株価は、2021年に下落に転じ、そして昨年の年明けから再び持ち直して上がってきたところです。 今年に入って上場来高値を更新しています。昨夜の株価は828ドル7。9セントプラス1 3 4プラス13.40%の急騰となっています。日本円での換算株価は12万7304円、昨夜7月25日発表の決算は第2クォーターは増収。 営業増益、売上高は22%増の26.2億ドル営業利益は2.1倍の2.40億ドル EPS は1ドル26セントとなっていますこちらは2021年2022年2023年の売上高、経常利益最終利益一株利益一株配当の実績です。 このように増収増益ですが無敗の状態です。6ヶ月チャートはこのようになっていて、52週安値が527ドル24セントですので、ここら辺の位置です。一方、52週高値が815ドル32セントですので、ここの位置ですが、せえー、昨日生成 AI が業績を押し上げ、 一株利益が予想を上回ったほか、通期の売上高見通しを情報修正しました。そのため、このように急騰し、52週高値を更新してきたところです。株価は割高で無敗ですが、稼ぐ力は高い数値になっています。テクニカルは、パラボリックは上げて転倒。マックリーはゴールデンクロスを形成し、上げトレンド。 RSI はやや変わりすぎ、ボリンジャーバンドはプラス3シグマに飛んでおり、バンド幅を拡大しつつあります。テクニカルので何か言うのは難しい急騰ブリッのチャートです。米国株についてお伝えいたしました。高評価、チャンネル登録いただけるととても嬉しいです。よろしくお願いいたします。